あはかわいそう、やめてよ。ステージ21、桃から生まれたい。生まれたい桃太郎やね。いや足めっちゃ足出てますけど、待って、それ流れれんやん。お、一寸帽子おった。え、とりあえずおばあさんメガネかけとるし。お、かぐや姫もおるけど、どうすればいいんだろうか。あ、打ち出の小槌で大きくなる。あ、これで小さくなればいいってこと。え、そっち。でかくなったし、おばあさん洗濯が、え、なんかすすっとどっか行って、洗濯できんなったけん無言でどっか行ったってこと。え、なんだ、どうすればいいんだ。え、絶対あれで小さくなる方やと思ったんやけど、あれかな、普通にここをでかくすればいいんかな。え、できんくね。え、でかくできんの。なんかめっちゃこっち見よるけど。え、なんか今メガネ外しとった。あ、割れた。おばあさん蹴るんじゃね。あ、びっくりするよね。小さくするんじゃないのか。この桃がなんか関係ある。桃をでかくする。桃違うな。メガネはかけさせとくべき。桃を流してやったやったーって帰っていく。ダメじゃねえか。もうちょっと待ってくれ。おばあさんはメガネをかけんまんまでおった方がいいんかな。その方がなんかぼやーっとした感じで見えづらくなるとか。おばあさんをでかくはできない。足が桃から飛び出ちゃってるね。もう少し大きな桃が必要かも。じゃあ桃をでかくするのか。じゃああれ、桃取っちゃいかんってことか、最初に。そういうことやな。大きくしてから取るんやな、きっと。え、なに？いい。そっちに入り替わるってこと？ってことは、こっちの、一寸帽子で、打ち出の小槌をこっちの桃に。もうすでにおばあさんの横に落ちたけど、この桃に。これで OK？ おばあさんメガネかけといて。これで、うわ、めっちゃ引きずりながら戻ってった。え、それどこにあったやつ。今洗いよったやつ。絶対ビビるよね、家で。ステージ22、大食い選手権。普通に食べても大食いになりそうな感じするな。え、これ、8、9、10。なんで10だけ漢字なんやろ。デリシャース、大食い選手権チャレンジメニュー、優勝賞金1万円、日曜限定メニュー。日が取れた。ん？大食い選手権の王が、お？早食いせ、あ、これと組み合わせるんやな。ほら、早食い選手権で、で、何？どうするの？え、普通にスタートしたんでいいんかな？でもこれ、まあ、いいんか？
ててーん。あれは何を選んでもよかったんかな、最後の食べ物。お寿司やけんなんかな、わからん。ステージ23、大きくても中学生は怖い。そっか、小学生なんよね。なんかお札貼っとるよ、お札。直霊？一番下なんだ。ん？普通に考えたら向こうの方がビビるよね。あれ、なんかカメラのマークが違う。いつも透明よね。なんかオレンジになっとった。映すのか。証拠写真を撮る。なんか幽霊写った。心霊写真。あ、これが封印されとったってこと。なんかめっちゃ寝よるけど、これを乗り移らせる。寝てるけど。これで行けばいいのか。でもあの男の子別にビビってなくね。おお。追い払えた、追い払えた。脅威させれるよね。まあ、前のシリーズで、前のシリーズだっけ？前の前？なんか忘れたけど、他のシリーズでね、あったけんね。脅威系。ステージ24、きよしこの夜。クリスマスやクリスマス。星がない。お、上か？そこ大丈夫？なんか。え、てか上着。あそこの星がなんか光よる。あれ撮るんやね、きっと。上着を着て出ろ。でも着れそうな上着ないな。火？え、なに？これを。そんなもんじゃダメやな。あ、セーター。これで、やっぱそこ凍っとるかなんかなんよね。危ないんよね、どうにかせんと。あ、あれは拭くのか。そういうことね。なるほど。で、これ着て上行って、とりあえずこれ拭きます。で、星を取ります。本物の星取ってきた。これでツリーの飾り付け完成。いいね、いいね。手袋若干小さいような気がするけど。いいね、クリスマスかい、みんなで。ステージ25、進撃じゃないよ。進撃の巨人、私見たことないんやけどね。なんでここにかぐや姫。いなくなった。クッキーを届けに来たの。みんなはどこの塀の中にいるの。別にみんな捕まっとるわけじゃないよね、刑務所とかに。なんだ、何をすればいいんだ。あ、なんか、はい、はい。それでまたうちでの小づちで小さくなる。さらにでかくなった。友達をでかくする。なんででかくする方ばっかなんだ。なんかあれじゃないっけ、あのどっちで打つかでさ、小さくする大きくするみたいな、なかったっけ。なかったんかな。なんか変わったんですけど、なに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 、攻撃されてるんだけど、めっちゃ。え、あれやない、ガリバー旅行記やない。なんか話変わった。ガリバーじゃなかったっけ、合っとるよね。あ、頭を自動的に書くんか。タップしたら頭書くんかと思った。違うんやね。
これではい、でうちでの小槌ゲットで友達を大きくするで OK、 クッキー持ってきたよみんなで一緒に。なんででかくなったら肩幅もでかくなるんだ。みんな揃って同じ体型になったんだけど。ステージ26、バレンタインの罠。リアルでももうすぐバレンタインやな。え、何？見たことない女の子出てきたんやけど、急に。罠って言ったよね。別に何もないな。上は？ない。こっちは？ない。こっちは？はっ、何写そうとしてんだ。のいたのいた。で下別に何も。これ何？あ、黒板消し。黒板消し？これを挟む。別にあれ、お、ここに。え、何？ぶつける？は、そこに。なるほどね、そういう感じね。よし、天罰が。人の写真を撮ろうとしたけん。お、メガネ。これあの男の子じゃない？え、何？ハニトラ？え、絶対そうやって。絶対これあの男の子やって。ほら、取れよそのカツラ。え、めっちゃ真顔になった。ありがとう。このからかうためのハニトラやったって感じかな。モテとると錯覚させて実は俺でーすみたいな。ステージ27、悪い魔王じゃないよ。何その悪い魔物じゃないよみたいな。君たちあれかい、今までのシリーズに出てきた子たちかい。ここになんかお宝が、ここに誰かが隠れてるの。ほらほら、あの子もおったよね、今までのシリーズに。どこに消えたんだ。あ、この中におる。何持ってんの。楽譜？もういなくなったか。いなくなったな。この楽譜には一体何の意味があるんだろう。なんか浮いてる。え、何？あは、かわいそう。やめてよ。やめてあげてよ。あれ、何の意味があったんやろうな。まあ、とりあえずお宝取って、あの男の子をおびき出して、でこの楽譜をゲットして、で楽譜が浮いた。何もない。お宝あげるよ。違うの？これで？はい、どうぞ。ひどい。めっちゃひどいやん。お宝差し出したのにダメなの？角が取れた。これ笛吹くんじゃない？ほらほらほら。
なんなんこの喫茶店とかで流れてそうな感じのジャズ音楽っていうの。え、なんか召喚かわいいなんかかわいい悪魔たち召喚したんだけど、何、どっか行ったよ。あれ、みんなついてったみんなついてった、ついてった。魅了されたのか。めっちゃかわいいやん、特に黄色い子ステージ28、ヘビだって友達が欲しい。おお、クモの巣でもこれでネズミを捕まえたらめちゃくちゃビビられると思うんだけど。なんかさ、他に逃げられた、悲しい悲しいな。じゃあまあシンプルにネズミに使ってみる。はい、あれ結局そっちになるんや、どこにやっても。でも最初から持っとるものをね、その場で使うっていうのは、なんか取れる？いや、普通に逃げてったな。ん？ニューなのか、これ。さっきとなんか違う？チロリと見えた長い舌、また出てくるかも。ん？舌？あれは自然に出るやつか？出た。で、また出てきた時に何かあるってこと？ポーチタイプですか？なんだろう、どうすればいいんだろう。え、なんか。何今の。引っ張るのか。うん？これで？わあ、チーズが出た。なん、どういうこと？どういう仕組み？あ、食べ出した。結構なでかさのチーズ。どういう仕組み？全くわからないんだけど。とりあえずなんか仲良くなったっぽい意味はよくわからないけれど。ステージ29、運動会のエース。走るのとか数歩で終わり。え、大丈夫それ、地面穴開いとるけど。ねえ、なんかバトンじゃなくてさ、ピコピコハンマー持っとる子おらんかった今。ほら、何を渡そうとして。え、え、何これ、ミミズ？ひも。モグラたたき。どっか行った、どっか行った。モグラたたき。なんか、なんか巨大な落とし穴できるんやない。え、なんかあっち行った。おお、整備されてく、整備されてく。え、また。これはあれかい？繰り返す系かい？あ、これで、あのローラーを取るんかな？もしかして。これを取るってことか？先生出てきただけになったけど。え？で、どうするんやろ？これで。検討するんやろこれで。え、タスキリレーのタスキこれどういう状態、全くわからん、全くわからん。タスキってことでいいのかい。
何しにかけた？タスキつけとかんといかんかったってこと？みんなつけてなかったよ。なんか後半になってきてクリアしてもよくわからないものが増えてきたような気がするんだがねえ、私だけ？ステージ30、集合写真。これめっちゃ大変よね。超引きで撮らんといかんことない？なんかこれ落ちてなるほど。でもなんかタッチ線でも落ちてきそうな感じするんやけどな。何か頭をガードできるようなもの、別にいいんかな。そのあ、こっちなんかいけるな。カニ、カニとこの石は別に何もできないのか。あ、カニでさ、この船の紐を切る。え、なんか乗ってんだけど、これでいいのか？え、これでいいのか？あ、これでそこの隙間に来たときに。映せば、いい感じに映るってこと。サイズ的に。そしたら、めちゃくちゃ遠くから映さんでもいいってこと？え、でも悲しくない？実際の距離めっちゃあるわけやろ。超悲しいやん。ボーナスステージ6、バレバレバレンタイン。バレバレバレンタイン、ルール説明。犬2匹が来たらジャンプ。女装くんが来たらアウェイ、そっぽ向いて、女の子が来たらじっとしていよう。ライフがつけるとゲーム終了。30秒以上続いたらクリア。何秒続けられるかな。よっしゃ、30秒以上ね。よし、来い。はい、アウェイ。お、ジャンプ、ジャンプ、かわいい。あ、待って、おー、危ねえすぐに指離さんかったけんよかったんやね。アウェイめっちゃスンとした顔で。お、めっちゃ順調じゃない？あ若干反応遅れても全然大丈夫なんやね。お、クリアやん。これはあれか、ハートがなくなるまで延々ってことかな。まあもうクリアしたけん、いつでもアウトになって大丈夫なんですけど。うん、お、1分超えたぞ。間違えたいや、まあクリアやけんね。オッケーオッケー。74秒、めっちゃいいやん。第31は長い時を私と。え、すごい。何、小学校からずっと一緒？これは何、高校入学式ってこと？なんかするんかなこれ。え、なんだ、何もないんだけど。なんかめっちゃ、お、ラブレター、ロングくんへの。おー、めっちゃいいね、青春やね。全員ずっと石やったんや。なんか胸のとこ S って書いてんやけど、あれかな、ロングくんの息子のショートくんってこと？てか双子？え、なんかアイテムとしてゲットしたんやけど。え、なに？え？なんだ？写真？いや、違うな。メニュー。違う。サウンドでもない。え？え？なんだ？これで、いや違うな。ん？あ、雲動いた。え、
肩に。あ、あれみんななんか、ん？いや別にでかくはないんか。Thank you for playing. Life is long. 人生は長い。え、すごいな。小学生時代に、まあ、多分両思いやったよね。その子と中学高校とずっと一緒で、最終的に結婚して双子の子供。幸せいいね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかその、ま、最後のね、あのストーリー自体も良かったし、Life is long っていう言葉もなんか良かったね。すごいなんかいい感じにまとまっとった。